サッカーはシンプルだ,プルだこの番組はバルサー好きハッシーノとミラニスタ大輝とサッカー弱者のセラビがフラットスリーのフォーメーションで主にサッカーについてお話しする番組です今週もよろしくお願いします お願いします。よろしくお願いします。いますはい。今週もね、えー。先週まで2週にわたり弱者のトートさんをゲストにお迎えしておりました。はいはい楽、ねね。楽しかったですね。楽しかった。楽しかったね。初の弱者のゲストでした。すね、うん。お金じゃくちゃ弱者,弱者でしたね。<ご> <laughs> <laughs> 弱者が光ってましたね。ねえ、よかったね。えー なかった。相対的にセラビさんがめっちゃ強者に見えましたよね。相対的に。そうですかね。そうですね。そうですね。でもいいいいアンバイでしたね。いいアンバイ。はい。うん。一緒に弱者会を盛り上げていきたいなと思います。お願いします。はい。嬉しそうでしたね。いやそうそう。でまあそもそも。 そ,そもはね、あの、質問が良すぎたからね。<laughs> クイズ。うん、全部良かったですね。はい、あれ楽しかったよ。うん、ありがとうございます。いい,うん、いいとこついてたあれなんか、トトさんと打ち合わせしたのかっていうぐらい、質問も答えもバッチリでしたよね。<laughs> <laughs> そう。ほんまに。打ち合わせはしてなかったんですけれども。うん。やっぱり弱者だからこそ、なんか疑問に思うというか、うん ああほどこれはギリギリ分かるかな分からないかなぐらいのクイズが出せたかなってあそうかそうかあれながら思ってますなるほどそうだよね気持ちが分かるもんねそうですねそうですねそうそういう意味でそう確かにセラ部さんがちょっと強者寄りに見えたよねそういう意味ではこの数か月で 視聴者に囲まれてサッカーを見てるので <laughs> そうですね。本当に興味が湧いてきたというか、いやいやね、あのそう知らないことを知るのがすごく好きで。うん、楽しいんですよね。うん、で、いいサッカーというものが存在は知ってたんですけど、うんうん、教えてもらってる？全然。 本当に思いもつかないことを教えてもらえるからボケ防止にもいいしすてきこういう効が満たされるというかそうです,、ね、うすごい面白いうん,、ね、うんですね。

なんか質問しやすいんですよね。質問されたら嬉しい。<ー>嬉しい答えたくなっちゃう。や優しく答えたくなっちゃうよね。うなんかそれが大貴くんと橋野さんだけじゃなくて、うん、なんかいろんなサッカー強者の方に当てはまるなって思って、うんうん、たまたまその息子とうん、うん。 サッカーボールで遊んでたりとかして、うんうん、そうするとサッカー経験者ってなんか寄ってきてくれるんです、ね。<laughs> 呼んでないのに、<laughs> なんか指導をしてくれたりとかして、<laughs> はいはいはい。<laughs> でなんか教えてくれて、ああ<ー>優しいなーって思ってますうんうん。そうか。だからサッカーが好きという共通点でみんな仲間意識が。 芽生えてくるのがね、勝手に。そうかもしれないですね。ね。うん。うん。だから弱者に優しい世界だなと思って。うん。はい、広げていきたいですね。ね、そう広げていきたいですね。うん。本当に弱者の方に、弱者の方というのもなんかあれじゃな皆さんと、どんな方とも。 楽しくお話できたりうん、うん、楽しんでもらえるのがやっぱり嬉しいなって思う,思う、ね、そうですねそうですね、うん、<laughs> <laughs> 最近嬉しかったのはですね、うん、あのサッカー少年を育ててるお母さんがこの番組を聞いてますっていう風にああ<ー>。うん DM をくださって、最高の、最高のやつやんか。はい。勉強になりますって言われたりして。お母さんはサッカーの大ファンなんですかね。多分、あんまり詳しくないみたいですね。へー。そういうに聞いていただいてるんですね。嬉しいやっぱり弱者がいる価値があるのかもしれないですね。うんうんうん。なるほど。うん いや嬉しいな。聴いていただいてるあなた、めっちゃありがとうございます。今これを聞いていただいてるあなた、ありがとうございます。あなたがこれを聞いているということは、僕たちは感謝しています。そうですね。なんかこうやってサッカーが広まっていくといいですね。もっと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 。そうだからなんかサッ 何かを全部知ってる必要とかもなくて。詳しい必要とかもなくて。はい、なんかちょっとでも好きやったり、ちょっとでも興味あるだけで、なんかもう嬉。はい、嬉しくなっちゃう、ね。仲間だと思う。とああ、やっぱりそういうふうに思ってくれてるんですね。なんか、ね、あの。たまに。えっと、ワールドカップの時とかだけ。 うん、盛り上がってにわ,にわかファンがとか言う人もまあ中にはいるけど、うん、別にいいやんって思うよね、うん、だっだ僕もそうですもん僕もワールドカップの時はめっちゃ日本代表を応援しますからねうんでもそうですよね4年に1回しか国を応援できないですもんね ああ<ー>それでにわかファンって言われたらうんうんか確かにそうね <laughs> まあ4年に1回そうか応援はねいろんなタイミングでできますけど<あ>チヤホヤオリンピックもあっまあチ、ね、<laughs> <laughs> オリンピックもありますし普通に親善試合とか、うん、代表選考は誰が選ばれるかっていうのはまあずっとやってますねうんうんうん まあ僕はオリンピックだけチヤホヤしてますけど。<ー>あ、間違った。ワールドカップだ。<laughs> あワールドカップですね。<laughs> うんはい、そうだね。うん。別にね、にわかファンがいたっていいですよね。ワールドカップ盛り上がらへんかったらいつ盛り上がるのっていう話だもんね。うん。サッカーそうですね。うんうん。いいですね。自信持って、ね、にわかファンでいきましょう。ね、<laughs> だって、とうとさんだって、別にサッカー ファンとかじゃなさそうやけど聞いてくれるという <laughs> ね, <laughs> ね<え>聞いてくれてるししかもゲストに出たいと言ってくれているね言ってくれて<ー>企画まで持ち込んでくれてありがたいですね,ね<え> <laughs> ありがたいサカーの話ではなかったけれども <laughs> <laughs> そうもそれがこの番組のいいところだよそうですね そうですね。最初、とうとうさんが、ありのままの弱者でゲストに出たいから、なるべくサカプルを聞かないようにしてるって言われて。ゲストに出るまではあんまり聞いてなかったみたいです。一瞬高い弱者。弱者を保つために。ねストイックやわ。じゃあ今、

<laughs> ありがとうございます。お二人ともあのパン屋さんのうん、うん、えっとシチュエーションボイスっていう,うん、うん、パン屋さんになりきった台本を書いていただいて、うんうん、この収録の後に送っていただいて、それを読んだものをベースで販売いたしました。ほらすごい進んやんか。もうパン屋さん住んでんじゃんか？ パン屋さんパン屋さんなのかなパン屋はいパン屋さんですよパン屋さんもうパンそうかなりきってそうだねなりきったら全然パン屋さんですねそうですねじゃあそれはあれですか概要欄にパン並べとくのでぜひ皆さん買ってきてくださいそうですねまだ在庫があると思いますので焼きたてのパンを そうですね是ご賞味くださいおいしいよ上がってださい超おいしいよ東堂さんの才能ですよねこれもうんすごいよねそうですね台本がすごかったですねうんえあれ台本ってト堂さんが作ったそうですねねすごいよねうんすごいもっと長尺で見たいですよねああ感想を聞いてもいいですか うん、あのー、余韻が残りすぎてて続き聞きたいなって思ったのはもちろんなんですけどあれですね、うん、パンに集中できないですねあんなパン屋さんはそうね確かにあパンを見れないなパン見れないですねきっとパン買いに、うん、<laughs> あんまり <laughs> あんまり言うと若干ネタバレみたいになっちゃうけど いいいいんですかね。そうですね。あの私もあんなパン屋さんがあったら行ってみたいですね。パンも美味しそうだし、いいですよね。こんな風にねコミュニケーション取れたら行きたくなっちゃうね。こんなパン屋さんね。えないあのパン屋さんはないないんですか？実在ないですね。ないないのか。妄想中です。ね トさんの <laughs> <laughs> 次は別のお店ができるかもしれないですねあおおあそっかそっかじゃあ、はい、楽しみにしてますね楽しみにしてますよはい伊沢プールスタジアムを建設したらパン屋さん入れましょうそうですねいつか何何何年かの長期計画ですけどね アッム建設まあでも時代が時代やからね、うん、そうすぐできるかもしれないしねあまあ確かにねね,ね数十億円規模のスポンサーお待ちしてますえスタジアムってどれぐらいでできるんかなええどんぐらいですかね1億じゃ効かないでしょ なんかあの、東京オリンピックの時に、申告率が、何百億って言ってたっけへえ、うん。ー。なんかゲームとかでもスタジアム建てるった何十億とかなんかなうん、なんか、何十億とか何百億な、あれは気がしますよ希望、ね。死亡感。ねうん。来る<ん>な今、ミランが新しいスタジアムを作ろうとしていて。はいはいはい。で、なんか、 そう、チーム財政的に厳しいでも作りたいっていう話をしてて、ほうほう多分まあ作るんですけど、いくらって言ってたか忘れたけど、相当なお金が必要なんですよね。え回収じゃなくて新、新、うん。新ですね。取り壊し。しあ、サンシーローじゃなくなる。サンシーローじゃなくなるんですよ。ああ、そうなんや。へえ、うん。あ、なんかね、サンシーローはあれ今、ミラノ市の建物なんですね。あ、へえ、うん。うん。 だから、今、インテルとミランが、ミラノ市にお金を払って使わせてもらってるんですよ。うんうんはい、はいはいはい。だから収益が、利益率低いんですよね。なるほど。あと、規定とかも決まってて、<ー>イベントやっていいとか、<ー>それも市が決めてるんで、うんうん、えっと、インテルとミランでまた一緒にスタジアム建設して、うんうん、なんか、 自由にもっと今までよりも自由にして利益率上げて観客動員数とかも増やしてっていうのを計画してますね。な楽しみや楽しみか楽しみですね。すねえ。さんも今カンプノーの改修をこの今年始めるって言ってたね。へ、うんえー、え。増やすんですか増やすのかな ちょっと詳しくは知らないけど、うん、する回収するって言ってましたねまあねヨーロッパのスタジアムだんだん古くなっていってますもんね、うん、うんうんうんカンプノーっていうのはバルサバルセロナっていうチームの本拠地ですよねそう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 です,そうですねそれは、うん、バルセロナだけのチームで使えるんですかねそうですねバルセロナのスタジアムなんです、うん 女子のバルセロナは、まあ、ロみたいな感じあでも3ー楼特殊ですよねそのうん2チームで使うっていうのが、うん、特殊かもしんない他のチームであんのかなん、ね、あんまりない気がするなへえ<ー>、うん、うん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  2>,、うん、2チームで使い分けてるっていうのもそうだし、まあ、イタリアは多いですねあの多いっていうか C の建物っていうのは多いですねああそうなんやうん,うんそう でバルセロナのカンプノは女子のバルセロナもそこ、うん、同じカンプノを使います。あ、そうなんですね。うん、そうそう同じ自分のチームでスタジアム持ってた方がいっぱい、うん、いっぱいお金入るんですよね。うん、入るね。なるほど。うん。うん。なんかカンプノは、うん、なんか教会とかもあるって書いてありましたね。え<っ>、教会。 風の「美しく勝利せよ」だったっけ本を読んだ時にあ本あはい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 なんかね教会があるって書いてあったします,、ね、しますへえそうなんや知らんかった知らなかった知らなかったなんか建物がすごいこう歴史がある建物だからううんん行ってみたいなーって思っちゃいますね,ね行ってみたいですね、うん 行ってみたいですね、うん。回収されたら行きたいな。うん。うん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 。行きたいですね。回収前も行っときたいですけどね。前も行っときたいけどもう間に合わないな。回収されちゃったらもう,もう,もうだってもう二度といけないですからね。回収前の。ああ、確かに。確かにね。もうでももう始まっちゃうからね。間に合わないな。行きたいですね。遠征。 なんかねスタジアム行きたいね一緒にね J リーグのねうんうん今度ね初めて地元の、うん、地元、うん、福井県の福井ユナイテッドっていうチームがあるんですけどうん、うん、見に行ってきます試合を福井ユナイテッドってカテゴリーは、うん、えー、っと地域北信越リーグですねなんで J3 J3 の下の、うん 下の JFL の下。の下ああ、はいはいはい。へ<ー>えー。え、じゃあ、あれか、ただ、ただかなえっと、ただで行けるんですけど、本来はお金かかりますけど。うん、ああ、はいはい。まあ、ただで行ける。そうな本来はお金かかる。本来は1000円です。え、知り合いがいる感じだっても知らないです。<laughs> たまたま、まあチケ、チケットがもらえたので、行こうかなって思って、 てたのと、うんうん、小学校娘が小学校からあのジュニアパスポートみたいなのを持って帰ってきて1年間小学生はホームゲーム無料で見れるよっていうパスポート、うん、持って帰ってきたのでまあじゃあ一緒についでに行くかっていうことで娘が行きたいかどうか分かんないけど一緒にまあでもサッカー行くってたら行きたいって言ってたんで一緒に行ってきます。うん サッカーはしてない娘さんは。公園で玉まけるぐらいで、習ってもないですしね。<ー>うん、そっか。うん。見てはいます一緒に。あ、見るのは好きな感じ。好きというか、まあ、僕が見てるんで一緒にミランを応援してる。これ赤黒がミランでしょって言って。ミランを。ええ<ー>、へーすごい。うん、洗脳してるやん。受け継ぐミランにした。<laughs> <笑><笑>すごいね。小学生で、 ミランかかかるなかな,かないね、うん、ミランしか教えてないですけどね <laughs> ミランって女子ないんですかあありますよありますよへえ、うん、女子ミランそこそこ弱いですよ <laughs> <laughs> そうなのうんあまあでもうん勝ったり負けたりこの間大差<ー>で負けてましたねフィオレンティーナの女子に女子サッカーイタリアのも見てる いや試合は見てないです。ただ、ミランの情報だけ追ってる感じで、全然見てないです。そっか。女子サッカーね。女子サッカーね。女子サッカーの話もまたしたいですね。ね。プレゼトの思い、思いが。ね。思いというかね、まあ、こうなったらいいなっていう。なんか、夢を語ってください。そうですね。夢を語りたい気のコーナーで。 いつか話しましょう。聞きたいき。ありがたいき。今年はワールドカップも女子ありますからね。そうですよね。応援しやすい。応援しましょう。ね、盛り上がりましょう。そうですね。定期的にサカプルで喋りましょうみんなで。そうですね。勉強します。僕も勉強します。はい。 じゃあ、弱者のトートさんも一緒に女子サッカーを応援しましししょううお願いいまます<笑><笑>じゃあトートさんありがとうございましたではまた来週お楽しみに。バ、えー、バイバーイ,バイ,バーイ サッカーサカプルではサッカーが大好きなあなたからのお便りやツイートをお待ちしていますフラットスリーと楽しくサッカー話がしたい方はぜひ番組ディスコードに遊びに来てくださいお便りフォームやディスコード配信で話題に上げた動画も見れるツイッターなどの詳細は番組概要欄をご覧ください サッカーはシンプルだ毎週土曜朝10時キックオフです